はいどうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日からですね、教えて美容師さんコーナーを始めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、ということで、なんじゃそなっていう感じなんですけど、このコーナーっていうのは例えば、まあ、美容室に行って美容師さんに言われたことだったりとか、あとはこうご自身で家でスタイリングしてた時だったりとか、ヘアケアをしてたりとか、そういった時に疑問だったりとかって結構出てくる方も多いと思います。その部分を解決していこうっていうコーナーになります。なので、まあ、できるだけこう痒いところに手が届くようなことをねちょっとやっていきたいと思いますので、皆さん今後ともよろしくお願いします。ということで今日は第1弾としてヘアオイルについてご紹介していきます。ヘアオイルでもね2種類あって、まあアウトバスオイル、いわゆるね洗い流さないトリートメントオイル、もう一つはスタイリング用のオイル、この2種類があります。じゃあ例えばね、あの皆さんこう美容室行って美容師さんにねオイルつけといてくださいねっていう風に言われる方って結構多いと思うんですよね。じゃあそれって何のオイル、どんなオイルっていう風にね、あの聞ける方は聞けると思うんですけど、聞けない方も中にはいらっしゃると思うので、美容師さんがどういった意味合いでねこのオイルをつけてくださいっていうのを言ってるかどうかだったりとか、そのオイルの特徴を今日はご紹介していきたいと思います。まずね、アウトバストリートメント、洗い流さないトリートメントです。で、今回ちょっとケラサーベのオイルなんですけれども、まあ、たくさんね種類があったりとか皆さん使われてるやつも多いと思います。この目的としては、まあ、ドライヤーの熱から髪の毛を守るっていうのが目的になります。ドライヤーによる乾燥だったりとかパサつきを抑えてくれるっていう効果ですね。一応まあアウトバスっていう形なので、まあ乾かす前につけるじゃないですか。でその時は髪の毛を守ってくれてます。でも乾いた後はあんまりこう保湿効果がないっていうふうに思っておいてください。どちらかというとこういったねアウトバスのトリートメントをつけて外に出てもすぐに乾燥してしまうっていうことがアウトバストリートメントの特徴になります。あくまでもドライヤーの前に使ってその熱を守ってくれるっていうオイルがこちらのオイルになります。次はスタイリングオイル。今回は N ドットのポリッシュオイルをこう例でちょっと言っていきたいと思うんですけれども、スタイリング用のオイルっていうのは髪の毛が乾いた後とかに使っていくのが、まあ、ベストの使い方かなと思います。さっきのねアウトバーストリートメントっていうのはもう乾いた後っていうのは保湿だったりとか潤いがなくなっているような状態なんですけど、まあこれに関してはそこからつけていくとより潤いだったりとか束感が綺麗に出ますよっていうようなオイルになります。後にこうつけていくので、まあ、そのままねこう手に塗り込んで手を保湿してくれるような効果もあるので、結構ね成分的には優しい成分で作られていることが結構多いかなと思います。逆になんですけど、こういったねスタイリング用のオイルを乾かす前につけてしまうと乾きが結構遅くなってしまう可能性になりますので、ちょっと気をつけてください。なんですけど、まあ、応用編としてもう結構ウェッティな質感の髪の毛にしたいっていうね方もいらっしゃると思います。そういった方々に関してはこういったスタイリング用のオイルをつけて乾かしてあげたりとかするとウェットな質感になりますので、そういった使い方ができるようなオイルになります。基本的には乾かす前にはアウトバストリートメントで、乾かした後はスタイリング用のオイル、こんな感じでねこう使い分けていっていただければなと思います。でちょっとね、簡単にまとめていきたいと思うんですけども、このアウトバスオイルっていうのは基本的には乾かす前につける。特徴としては、まあ、髪の毛のねヘアケアだったりとか保湿効果だったりとか潤いを出してくれる効果があります。苦手なところで言うとスタイリング効果には適してない、こういうふうに覚えておいてください。あくまでも髪の毛をきれいに、まあ、保湿をしてくれるっていうのがアウトバストリートメントの特徴です。逆にスタイリングオイルっていうのはもうスタイリングするときに使うようなオイルになります。なので乾かす前にはやめてください。特徴としては髪の毛の潤いだったりとかまとまりで多少なキープ力もあります。苦手なところで言うと乾かす前につけてしまうとなかなか乾きづらいっていう風にね髪の毛がなってしまいますので、できるだけ乾いた後スタイリング用のオイルとして使うのがポイントになります。はい、ということでね今日はヘアオイルについてご紹介させていただきました。アウトバストリートメントとスタイリング用のオイルね、これの違いがしっかりと分かることによってやっぱり日々のね髪の毛のスタイリングだったりとかヘアケア方法が結構変わってくるかなと思います。この2つの特徴をねしっかりと理解していけば
髪の毛って絶対綺麗に見えますし、髪の毛の質感もどんどん上がっていくかなと思います。なので皆さん、この特徴は皆さん覚えておいてください。まあ僕が気になるようなね、ヘアオイルだったりとかスタイリングオイルに関してはまた概要欄に貼っておきますので、よかったらそちらもねご覧になって、参考になさってみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような情報だったりとか動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。